ょう、行きましょう。他人の心が動いてなかったらそのコミュニケーションが成立してないってこと。いいプレーするのがサッカーじゃないよ。点取ること大事だよ。点を取らせないことが大事だよ。それを一番理解してプレーしてもらいたいのがみんながやってるゴールキーパーっていうポジション。この環境でサッカーができるっていうことは決して当たり前じゃないっていうことを、常に思ってください。みんなのお父さんお母さんも一生懸命働いて、でみんなここに送り迎えしてくれて、でやっとみんながここでサッカーできる環境っていうのを作ってくれてます。僕らはみんなに素晴らしい環境を提供できるようにこれからも一生懸命やり続けるし、またこうやってみんなが集まれる素晴らしい環境を整えていくために僕も一生懸命頑張ります。だからみんながプロになること、プロにならなくてもそれ以外のところでまたつながっていく、関係性だと思うので、それを楽しみにしています。今日本当に僕自身も楽しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。